得点圏打率2割2分1厘、113打数25安打。39本のホームランのうち得点圏で打ったホームランは驚異の2本。ほんとどうでもいい場面でしか打たないような特に後半戦は。今思えば WBC もアメリカラウンド打点0だったし東京ラウンドで雑魚狩りばっかしてたな。チャンスで筒香になる男。チャンスで筒香とか絶望やんけ。8月はチャンス以外も筒香になってないか？そりゃ監督も苦言を呈するわ。得点圏はオカルト。大谷にとっては全部が得点圏だからそこは別にいいだろ。打率自体が落ちてきているからセーフ。ランナー二塁以降にいたら突然打球上がらなくなる現象なんなんやろな、力みすぎかな。メジャーって打率と得点圏打率を重要視してないよな、なんでなん。得点圏打率にこだわってるやつって頭悪いよな、ホームラン打てば即打点なのに。じゃあ得点圏でホームラン打てよ。一番に据えられるのは必然だった。盗塁38ってことはそれだけで後ろの打者のために得点圏を38回も作り出したってことなんで十分。3番か4番に置かないドジャースが悪いモチベが上がらんのや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。